おお、もう出すの？もう。まずはパスを回して隙を狙います。すいません。やばい。出ろ、キーパー。うまい。いやー。誰？誰？ダッシュダッシュで戻れよ。監督に怒られんぞ。もう何そのスライディングが。腰入っ力腰が入ってない。力力なんか手汗すごい。ちょっと疲れた。休憩休憩。休まずだ。休まずだ。そこ行け。あピン止めしとけよ。さあスタジアムのテンションで。ライオギ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 。サガン鳥栖のワイパス回し。やばい。両兵。いやVR？ 不思議はないです。VR？ ずっとボールを支配して、おう、カリーが。抜いてきたぞ。おう、カリーが。ドンチャドンチャ決定力あるなぁ。シュートでしたね。こうなると相手も浮き足立つ。どうぞそんなことしないよ。チャンスを作れそうです。おい、ヨンギ！おい、ヨンギ！ヨンギ！取ったらボールを前に運びます。ドンチャドンチャ崩してきた。ドンチャドンちゃん、もう誰にも止められないのか。ドンちゃんがノリノリやる。すげえ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 。なぜディフェンダーこんな軽いの。いましたか。いました。前半終了です。スコアは2対。面白い。指いった。面白いし、これ手汗やばい。ヤンヨン、ロンギ、ヤンヨン疲れてる。変えた方がいいんじゃん。変えた方がいいんじゃん。釣れます。うおぉ、いました。おぉ、いました。どうする。小山津、小山津、小山津、すごい。決定率高いよ、これ。ねえ、3分の3とかじゃない。3の3ではないですよ。うわぁ、悔しいわ。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。タックルしたよ。対決誰だよ、タックルしたのやる。ヨンギ、ヨンギ、ヨンギ、ベッド、疲れてるぞ。おお、ヨンギが言われてる。おおおおおおおパスをサイドに送ります。おい、おい、前に運んでいます。クロス、クロス、何事だ。サイドを巡って中を見る。よせよせよせ。おい、レフリー、このタックルは危ない。危ねえ、誰だよ。サイドでしょうか。誰誰誰、レッドカード。小山津、レッドカードです。これ、これは監督は戦略を変更するしかないでしょう。なそういうの、金崎試合と一緒だぞ、お前。ヨンギ、疲れてるぞ。ヨンギ、ヨンギ、ヨンギ、前に疲れてる。よしよしよし。いや、人生ミスか。監督動いた方がええんちゃう。自分で癖上がってるからね。分かってる。あそこは見ておきたいです。おぉ、相手にクリアされました。何だかしとるよ。ホイッスルよ。オッケー。お疲れ、お疲れ。集中を切らさずに本当によく守っていましたね。 MVP どんごやな、やっぱこの試合では。いやー、ちょっと4に5回中5回ポストしてんすけど。じゃあ僕対ディアン、ヨンギ対高橋秀人選手、3対1で、僕が勝ちました。いや、久しぶりに面白かったですね。親指がもうすごい疲れてます。はい、もう手汗やばいっす。あと僕の使ったリアン・ヨンギが5回中5回ボールロストしたんで、まあ、ちょっとリアン・ヨンギ選手を信じた僕が、まあ、チョイスミスですね、僕の。はい、完敗です。もうゲームの中だからね。うん、う 実際はもうちゃんとしますんで。まあ、ちくしょう、ちゃんとプレーしますんで。これが出るってことだよね、うん、試合でね。ドンちゃんは点取るし、うん、ヨンギはボール取られるし、そういうことでしょ。じゃあ、ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。スタジアムで会える日を楽しみにしています。待ってまーす。また